こんにちは、ほうまひまわりです。今回はうちのペットめめちゃんを実況していきたいと思います。最近1歳になり食欲旺盛で元気たっぷりでございます。おっと、早速穴の中に手を伸ばし何かを取ろうとしている。一体穴の中に何があるんだってばよ。そして穴の中に顔を入れるが届かない上に暗い。鼻も低いですからなかなか目的地に到着しないようです。おっと、ここで知恵を振り絞り出てきたのはカメラ右手だ。一体どうなってしまうんだ。一体何を見せられてるんだ。この穴の中で見つけた筒の中にあるものとはチュールだ。全国の猫が愛するおやつチュールだった。これがあればもう当分は機嫌がいいに決まってる。頼むからもう布団の上で暴れるのはやめてくれ。次回めめちゃん飛び跳ねるで会いましょう。バイバイ。